ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、真実の行方。監督は、グレゴリー・ホブリット。1996年の作品です。シカゴを騒がせた大事件、カトリック教会大司教殺人の容疑者、19歳の青年アーロンの、弁護を売名のために引き受けた敏腕弁護士マーティンですが、その裏には、とんでもないスキャンダルと、一見おとなしくて虫も殺せないアーロンに隠された、衝撃の秘密を知る、というお話です。出演は、リチャード・ギア、エドワード・ノートン、ローラ・リニーほか、あのノートンの映画デビュー作。オーディションで選ばれた無名の新人は、主役のギアを食いかねない迫真の演技で、大いに注目されました。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。